さあ、それでは早速お招きをいたしましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えくださいませ。パスカル・ルガクさんです。ようこそお越しくださいました。通訳は矢野さんにお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。今年のですね、サロンドショコラのテーマは魔法、マジ、魔法です。そこでじゃあ子供自体の、まあ、子供にとっての魔法、子供自体の魔法、これを、まあ、ショコラで表現してみようというふうに考えました。今回のサロンドショコラに向けて出しました新作はですね、すべてその子供時代の思い出がですね、そこに閉じこもったものばかりになります。これはですね、フルーツですね、フルーツをベースにしたガナッシュを皆様の前で作ります。Parce que quand j'étais petit, comme tous les enfants, j'aimais bien les bonbons. で、実はですね、これは私が小さい時に、まあ、皆さんもそうだったと思うんですが、あの飴ですね、飴がすごく好きだったんですね。実はですね、私小さい時にですね、ホドゥドゥというですね、飴が大好きだったんですね。で、そこに閉じこもら、そこにその味を今回このチョコレートで表現しようというふうにしております。ではまず前の方では先ほどのフルーツのガナッシュですね、こちらの方に入ります。で、鍋の中には生クリームと、そしてトリモリーヌというですね、添加糖ですね、それが入っております。そこの鍋の中に今、パッションフルーツ入りました。そしてですね、このようにして、あの量は少ないですけれども、必ず生クリームを私はガナッシュに使います。で、どうしてこのように生クリームを使うかといいますと、当然生クリームはですね、脂肪分なんですね。で、この脂肪分というのはどういう効果があるかというと、フルーツの香りとかですね、味わいをですね、しっかりと引き立てて、それを安定させてくれるという、安定させてやるという役目があるわけです。ですから実際皆さん、水でガナッシュを作った時と生クリームでガナッシュを作った時に、顔の香りですねとか味わいとかが全然違うということを、まあ実際に実験なさった方もいらっしゃると思います。それでやってみられるとよくわかるんですが、その生クリームのその脂肪分の中には、それにフルーツの香りとか味わいをきちんと定着させてやるというふうな役目がありますので、生クリームを使うことは、私は必ず生クリームを使っておりますということです。チョコレートの方は2種類用意しております。ミルクチョコレートとブラックチョコレートです。フルーツの味を生かしたいので、このようにミルクチョコレートですね、カカオ分の少ないものを使っているわけです。の方ですね、生クリームとピューレが沸騰してまいりました。はい、では色もどうぞしっかり見てください。このようなすごく綺麗なクリーム色といいますか、山吹色というか。では沸騰した生クリームピューレですね、これをチョコレートの方に注ぎ入れました。中心の方からですね、ホイッパーで混ぜながら完全にチョコレートを溶かしてしまいます。では皆様にここでサプライズのプレゼントもあるそうです。と言いますのは、今ですね、前でこのエキゾティックガナッシュの出来たて、温かくて少し流動性のあるものを召し上がっていただきます。で、最後に皆様にお土産として、このエキゾティックガナッシュをすでにボンボンの状態にしたものですね、それとあとナチュラルのガナッシュのものと組み合わせて2個2粒お土産に持って帰っていただきますので、ぜひあのフレッシュなものとそしてボンボンになったもの、製品になったものですね、食べ比べてみてください。今出来たてを召し上がっていただきました。一番最初にやはりあのパッションフルーツがあっと香ってきます。 でも実際先ほど分量申し上げましたように、ココナッツピューレが一番たくさん入っているんですね、3つのフルーツの中では。で、今日ですね、お帰りになってそのプレゼントの中の製品になったボンボンショコラの方を召し上がってみてください。今の、最初にパッションフルーツとおっしゃったあの感覚とは全然違った感覚で召し上がっていただけます。で、あのまあこれまでですね、パッションフルーツとか、まあ、マンゴーとかフランボワーズですね、まあ、ずっと使ってきておりましたし、最近まあここでこうやってココナッツピューレも使うようになりました。で、あと他のまあ柑橘類ですね、オレンジとかシトロン、まあ、そういうのものを使っております。で、あとはあのアンフューゼするものですね、そういうふうに煮出してといいますか、香りを抽出してガナッシュにすると。で、まあ、そういうふうにしていろんなものを使っておりますが、最終的にですね、やっぱり一番あの
こう余韻として残るのはまあチョコレートでなければならないというふうにまあ考えるわけです。私はとにかく楽しませていただきました。本当に皆様ご参加ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、今日はさらに素敵なお土産を持ってきてくださいました。